でもなんかは一枚もんにしてくれたおかげでここ角に持ってきてるんだね。うん、ここすごいと思いますよ。うん、へえ。はい、こんにちは、黒猫 YZ です。今日はね、これです。じゃん、東京マルイの銀弾エアガンリアルフィニッシュでね、ちょっと遊んでいこうかなという動画です。ね、これが対象年齢10歳以上用のエアソフトガンで、あのね、5メートルで5センチの的を当てるって書いてあるんだよね。これがね、ちょっとね、気になりますよね。うん、こんな感じ、リアルな質感のハイグレードバージョン、ハイグレードバージョンですよ、これね、トリガーを引くだけで続けて撃てると、うん、まあシステム的には銀弾鉄砲をね踏襲してると、うん、でドット入りフロントサイト&リアサイトね、これいいよねきっとね。飛距離15メートル以上、おお、15メートル以上か。ホップがないってことね。あ、ホップはあるのか。うん、ホップアップシステムで15メートル以上。まあ指コッキングだから、うん、まあそうだよね、あのピストンのシリンダーの容量感も稼げないだろうしね、うん、スプリングもね、たかが知れてるんだろうし、とまあこれで遊んでいきます。早速じゃあ上げていきます。うん、これはどっちから開けるべきだ、こっちから開けるべき、じゃーん、ああ、いいですね。で底面にこうマニュアルの類かな、付属品、こっちから見ていこうか。じゃーん、うん、なんかターゲット、ターゲットとじゃんけん系のターゲット、グーチョキパーかな。で紙のターゲット、厚紙だねこれね、うん、でプレゼント応募券、応募券でマニュアルね、うん、リアルフィニッシュ銀弾エアガン書いてあります。まあ読んでからね使うといいと思います。あとは ASGK の紙と安全のための大事な注意ね。でこれですね、銀弾が、銀弾っていうか BB 弾なんだよねこれ、 0.12g の BB 弾なんだろうけど、これ100発ぐらいかな。うん、なんかさ、こう銀弾風味にこうマーブルなね、ちょっとかっこいいよね色的にね。うん、なんかこれ結構好きなんだよな。うん、マガジンが別に入ってますね。で本体とね、まあ、キャップはちょっと取っちゃいますけど、こんな感じの内容物になってます。まあ、グロックはグロック、ちゃんと刻印が入ってますね。スライドはまあ動かないよね。で脂肪加工とスライド部分の質感が違ってると。この辺がリアルフィニッシュってこと、かっこいいね確かにね。こうチャンバーカバー、まあこのアウターバレルっていうの、モールドだけどねいいねこれ。まあ、グロック26っていうのがいいんだろうね、まずの話がね。マガジンはパチッとはめる手、パチッと強引なタイプ、うんね、ああでもいいねこのフィンガーチャンネル付きのねマガジンね、こんな感じになってます。スライドが引けたらもっといいんだけどな。サイトはね本当見やすいですよ、パッケージにある通りね。こうリアサイトにね白いの入ってるのいいですよね。懐かしいねこの感じ、バインってバネが鳴ってるけど、もう動くとこはトリガーしかないですね。脱着できるとこはマガジンしかないと、うん、でせっかくなんで、まあ東京も悪いですからね、グロック26ガス風呂のねグロック26をちょっと持ってきました。まあトリガーの位置はねしょうがないもんね、これはねスライドで引っ張らなきゃいけないからね。うん、いいんじゃないですか。こう、うん、刻印がちょっと浅いかもしんないね。その辺言い始めたらキリがないんだけどね。こういうピンの位置とかモールドでよく再現されてるんじゃないかなと。ここ。うん。どうせならここ塗ってほしかったね、この色でね。まあそこまでできないか。ね。うん。BPD199 っていう刻印のナンバーは一緒ですね。なるほどね。面白いね。うん。と、まあ、外観的にはこんな感じですね。うん。よくできてるっていうか、こう、ガス風呂とね、サイズ感が似たり寄ったりで、ほんのちょっとね、サイズがちっちゃいような気がします。銀弾エアガンの方は。ね。うん。こんな感じです。データをね、
一応はやっていこうかなと。マガジンが 25g、 本体が 114g、 じゃあ 139g、 139g、 非常に軽量で、ね、取り回しも楽ですね。そうそうそう、これねマガジン抜いてると視野がかからないようになってるんですよ。でマガジン入れると、うん、こう打てると。これはすごいよね、うん、よくこんな仕組みにしたなと思ってね、感心しました。うん、まあ、マガジン抜いてて取りが、ただねこれ中に BB 弾が残っちゃう構造なんだよね。10発ぐらい残るっていう風にマニュアルに書いてあったから、ほら覗くと見えるよね。うん、10発ぐらい残るんです。なんで、そういうのをね、誤発射を防止するための仕組みなのかもしれないね。うん、なんでマガジンからでも中に残ってるんで、こう振ったりしな、逆さまにしたり、こう引き金引いてるとたまに出ちゃうんで、まあ気をつけた方がいいかもしれないですね、そういう部分で言うとね。うん、中にまあ10発分ぐらい残っちゃうとね、そういう感じです。あとは動作音量ですかね。うん、うん、はい、111デシベル、まあまあだいたい111前後だよねいつも音量測るんだけどさ。じゃあトリガープルを測っていきましょうね。これ引っ張るだけだから楽だね。 1.63、1.746、 1.671、 1.69、 まあまあだいたいね 1.7 前後、 1.7 キロ前後のトリガープルかな。あのこの引き代の部分でもスプリングのテンションかかってるんで結構重いですよね。1.7 キロ前後のトリガープルでした。初速を測っていこうと思います。銀弾エアガンのね、箱出し状態です。で BB 弾はこれ、ニュー銀弾ニュー銀弾を使います。東京丸いのね、要は 0.12g の BB 弾なんだけど、なんかこの色合いがちょっとかっこよかったなと思って、なんで対象年齢10歳以上用のエアソフトガンには全部これを使っていこうと思って、こういっぱい買ってきました、ニュー銀弾を。なんでね、我が家もニュー銀弾だらけです。で、お部屋の温度が 17.6 度、湿度 59% ね。マガジンの温度が22度と、いい、ちょうどいい温度だね。うん何がちょうどいいのかわかんないけど、でこれがね、銀弾が18発入りますね。これをカチッと、はい、じゃあね、初速を上がっていきましょう。はい、26.78。 なるほど、本当だ、安心パワーだ。 15.59、 次 24.95、 24.6、 23.34、 24.4、 測れなかった、24.52、 23.99、 23.7、 測れなかった、 24.37。 うん、安定してるんだね。分解していきますか何の脈絡もないけど、うん、モナカなんでね、あのビスを抜いていけば分解はできると思います。っていうかやたら硬いなこのビス、ちょっと心配になってきちゃう。はい、ね、5本のビスを外して、他はないよね。うん、スライドも動かないしね。で分解していきますと、おっと、これなんかがビヨンって飛んでいくパターンかな。うん、あ、飛ばない、ウエイト入ってんだ、面白い。でこれ何、あ、玉切りだ、なるほどね。
ちょっと油が入ってます。で、中にビビダン入ってるのちょっと抜いちゃいますね。お、ほんとだ、10発ぐらい入ってる。これがトリガーを戻すスプリングだね。マガジンが入ってるとこうピストンにね、あの視野がかかる感じになってるんですけど、ここからこう前までね10発程度の BB 弾のルートがあって、でこうこいつがチャンバーなんだね。でここがシリンダーなんで、引きながら BB 弾が1発今弾切れされた状態で、ギュッと今度はシリンダーにあのチャンバーを押し付けて、で最後ピストン解放という感じになるんだけどね。このよ、まあよくできてますよね、この引っ張る力だけでね。実際はこの視野がここにかかってると、メインスプリングとこのリコイルスプリングの2つのスプリングを引かなきゃいけないってなるんだけど、なかなか面白い構造ですよね、これよく作ったね。マズル部分にこんな構造が入ってるなんてね。でこうこの一式をこんな感じでね、トリガーとセットで抜いた方が抜きやすいと思います。でウェイトと、でこいつ、これはねこうちょっとロックっぽいのがあって抜けます。でこれは視野を上下させなきゃいけないんで、ちょっと可動式になってると、こんな感じですね。でチャンバーがね、まあ奥見ればポップアップパッキンが入ってて、ちゃんとねあのポップの突起もあるんだけど、これなんか、あ、見えるかな、ほら、こっちね、なんとかしてやろうと思ったんだけど、ちょっとね複雑で、この爪状の部品がね別部品でこうついてて、これもなんかちょっと玉切れとか制御するみたいなんだけど、なんかね壊しそうなんで、ここはいじらないでおこうかなと思います。あとはここシリンダーとピストンなんだけど、ここがね結構、はい、これここはちゃんと噛むようになってるんで、かなり勢いよく飛ぶんでね、スプリングが長いですよね、なんか、これかなり勢いよく飛んでいくんで気をつけてもらうっていうのと、まあピストンとでシリンダーが抜けてきます。ちょっとねなんとかいじってやろうとも思ったんだけど、なんともいじれないね。機密を上げてやろうかななんて考えてたんだけど、機密どころの騒ぎじゃないもんね。ちょっとね気になったとこがあって、ここノズルの先端なんだけど、下半分がちょっとね短くなってる構造なんだけど、スプリングの威力も知れてるんでね、これピストンにねちょっとこんな感じのスペーサー、まあこれあのゴムでできたやつ径が合わなかったんで、脇ちょっとっていうか切り落としちゃったんだけど、これでねだいたい4ミリぐらいのかさ増しできるんで、こいつを入れてやるとちょっと変わるかなと思います。ただそもそもの機密が取れてないんで、あんまり効果ないかもしれないけどね。若干スプリングに、要はあらかじめテンションかけといてやるような意味合いで入れました。ただあんまり入れすぎるとこれ多分視野が落ちなくなっちゃうんで、4ミリぐらいがいいのかなと思いました。ベアリングとか入れてやるというかもね、重みも増してね、まあ、そこまでやる必要ないかなとは思うけど、まあとりあえずこんな感じでね、じゃあまた組んでいこうかなと。じゃあね一応組み直して、中ちょっとねまあいじったって言っても大していじってないけど、もう一回ね初速だけ測ってみましょう。軽くね 26.32 27.69、これ測れなかった。 25.91 25.14 25.94 25.76、また測れなかった。 28.12、 あ、弾なくなっちゃったね。なるほど、あんまり変わんないねでもほんのちょっとだけ20、ほんのちょっとだけ上がったかもしんないけど、あんまり変わんない。これ
東京周りの銀弾夜間で G26 クロック26をちょっとお座敷シューティングやっていきます。サイトはねちょっとこれ逆光で見にくいけどねだいぶ狙いやすいですよ。じゃあ打っていきます。ん、なんだ2発出た。おすごい気持ち悪い。なんかゆっくりゆっくりまっすぐ飛んでいく。面白い。おなるほどね。大体ね距離は5メートルぐらいなんですよ。なるほどね。これだと5メートルちょっとたまにね外しちゃう。あーでもすごいよく当たる。ふわっとまっすぐ飛んでるね。ゆっくりまっすぐ面白い。すごいな。5メートルで5センチはね、だいたいそんなもんだろうと思う。なるほどね。ものすごくよく当たるね。なんだろうこれ。ただゆっくり飛んでって気持ち悪いな。いいかな。すごい。まあね、ばらつきもあるんだろうけど、すごっ。すげえすげえ当たるなやっぱり。すごいね。確かにものすごくよく当たるんだなって思います。ただね距離が伸びたら分かんないですね。はい、いかがだったですかね。ちょっとね分解してみたけど僕の腕じゃあの初速を上げることはできませんでしたね。ほんのちょっと上がったかな。シリンダー内にスペーサー入れた時にね。でもバネをちょっと強いのをかましてみたりとかしてもそんなに劇的に初速が変わるようなものでもなかったし、多分だけどあのノズルとチャンバーの機密がねもう構造自体がちょっと厳しいんだなとは思いました。でもさこの銀弾シリーズっていくつか種類があったよね。全部内部構造一緒なのかな。まあ、ピストン周りは同じにしてもトリガー周り違う。同じか。同じだかきっと。ね、その辺に淡い期待を寄せつつね。ただでも本当によくできてると思いますよ。1000円ちょっとで買える。まあエアコキでもないしね。ただマガジンは脱着できて、で塗装もね、本体の ABS プラスこの何ガンメタの塗装とホワイトポイントが入ってるわけでしょ。結構手間がかかってますよね、それなりに。でしかもほら本来はモナカでここをね、チャンバーカバーもここが割れなきゃいけないところをさ、あの接合部角に持ってきてくれてるあたりとかね、結構よく考えて作ったんだなと、思います。1000円ちょっとでこんなの作れるんだよね。まあよく頑張ってるとは思うけど、どうせならねここまでこうそのトリガーの引き幅があるならスライドも一緒にね交代してあのピストンの戻りと、まあトリガーでもいいんだけどの戻りと一緒にスライド戻ってくれたら面白いのになぁと思って、それだったら3000ぐらい出しても欲しいかなとか思っちゃったりするんだけど無理かね。ね、ちょっとその辺ね、まあ無理なんだろうな。ね、2ピースのモナカ構造だからこの値段で出せるんだもんね。まあという感じですね。ちょっとねなんかちょっと納得がいかない感じだけど、あのノーマルに戻しました。いろいろやりましたけど、あのふわーっとまっすぐ飛んでいくあの奇妙な感覚がねどうにも好きになってしまってね。ということでね今日の動画はこれでおしまいです。最後まで見ていただいてありがとうございますね。また別な動画で会いましょう。うつべし、うつべし、うつべし、ふわーっと飛んでいくよまっすぐ